蝶と土頭。小川未明。美しい蝶がありました。誰が言うとなく、この野原の中から、あまり遠方へ行かないがいい。行くと、花がない。ということを聞きましたから、蝶は、 その野原の中を飛び回っていました。しかし、その野原は疲うございましたので、毎日遊ぶのに不自由を感じませんでした。自分ばかりでない、たくさんの他の胡蝶もいました。また、 蜜蜂もいましたから、寂しいことはなかったのです。野原には畑がありました。菜の花が咲いています。また、麦が茂っています。その他、どうの花や、いろいろの花が咲いていました。 その花の上や青葉の上を飛び回っているだけでも一日かかるのでありました。ある日のこと、蜜蜂はその蝶に向かって言いました。私たちは菜の花や煙道の花の上を飛び回っているだけなら、 間違いはありません。それは、この畑の中にさえいれば、夏になると、ナスやウりの花が咲きますから、当分、花の耐えるようなこともありません。その時分には、セミもなくし、いろいろの虫も鳴きます。まあ、 「とおくへ行くなどという考えをおこさずにおちついていることですね」とミツバチはいったのです。「蝶はこのときにかくべつほかへ行ってみたいなどという考えをもちませんでしたからミツバチの言うことをわらって聞いていました。 そして風に吹かれて蝶は美しい羽をひらひらさせて菜の花の畑を飛んでいました。この蝶の美しいのは一人ミツバチの目にそう見えたばかりでなく同じ蝶の仲間でも評判になっていました。それほど この蝶の羽は大きく赤黄黒青いろいろの色で彩られていました蝶は畑の上で多くの仲間に出会いましても自分の羽ほどきれいなのを持っている仲間を見たことがありませんでしたまたそんなに 「大きな羽を持っているのも見ませんでした」「あなたは本当に美しくお生まれついて幸せですね」とあるなかまは心からうらやましく感じてそう言いましたある時ひとつの 羽の青い小さな胡蝶は彼に向かって、あなたは決してこの野原から他へ行ってはいけませんよ。この野原の中の女王ですもの。と言いました。なぜそんなに ほかへ行ってはいけないのですかと蝶は問いましたすると羽の青い蝶は「私はやはりこの野原にばかりいるのがつまらなくてあちらへ行ったのですよそれはあんまり 遠いところではなかったのですあのあおきのみえるかいどうをひとつこえたばかりですするとふいにおおきなふくろのようなものでわたしはすくわれましたわたしはびっくりしました人間がわたしを 捉えたのです。みるとそのにんげんはほかにもわたしよりはきれいな蝶をいくつもてにもっていましたちょうどそれはあなたのようにうつくしい蝶ばかりでしたしかしあなたほど 美しいとは思いませんでした。わたしはどうなることかと身震いをしていますと、なんだこんなつまらない蝶か。といってその人間はわたしをふたたび自由にしてくれました。わたしは 自分の体があなたのように美しくなかったのを本当にその時幸福に感じました。私はそこからすぐにもとの道にもどってこの野原に帰ってきましたのです。と美しい蝶に向かって語りました。 蝶はその話を聞いていろいろの空想にふけったのです人間がそんなに蝶をとらえて何にするのでしょうと青い蝶にたずねましたどうせ殺されるのだと思いますそして 何になるものか私にはわかりませんが人間は残酷なものだといいますから格別用はなくても殺すのでしょうと青い蝶は答えましたまた美しい蝶は尋ねましたいったい あちらに何があるのでしょうかと言って青い蝶の顔を見守ったのです。青い小さな蝶は菜の葉の上に羽を休めながら私もよく知りませんが何でも話に聞くと 人間のすんでいるりっぱな町があるそうです。その町にはこの野原にさいているよりももっとうつくしい花がたくさんあるそうです。まだほかにいろいろめずらしいものやわたしたちにはようじのない名の知らないようなものが いたるところにあるということですといいましたそんなうつくしい花はなはそんなうつくしいはなをにんげんはどこからもってきたのでしょうかまたなににするのでしょうかにんげんは どんな遠いところからでも船や車に乗せて持ってくることができます。人間はやはり美しいものは何でも好きなようです。ずっと南の方からもまた北の方からもいろいろめずらしい草や花を 集めてくるのですあおいちいさな蝶はじぶんのしっているかぎりをみんなはなしてしまうとまたおめにかかりますといってどこへともなくとびさってしまいましたそのあとでうつくしい蝶は 一人物思いに沈みました。蝶は人間の作った町に行ってみたくなったのです。人間は美しいものは何でも好きだと言うからきっと自分も好きに違いない。 好きなものはたとえ捕らえても命を取るようなことはしないだろうそしてかえって愛してくれるに違いないと蝶は,はいつまでもこの野原の中を あちらこちらととんでいることにあきてしまいましたそしてぜひいちどだれでもいってみたいと思うまちにいっていろいろなめずらしいはなをみてこようと思いましたあるひ蝶はいつか ミツバチのいったことをもわすれて野原をはなれてあちらのそらへひとりでとんでゆきました。これはいいてんきのひでそらのいろはしほういったいにはれていました。しばらくたびをしたと思うとちょうははるかめのしたに 黒い屋根の固まった町を見たのであります。美しい花のあるというのはこの町か。と蝶は思いました。しかし蝶はどこへ降りたら一番安全だろうとしばらく 空中に迷っていました。その時、何とも言われない優しいいい音色が聞こえてきたのであります。蝶はかつてこんないい音を聞いたことがありませんでした。これはきっと人間の中での やさしいにんげんのすんでいるところだろうとなんのかんがえもなくそうおもわずにはいられませんでした。チはそのやさしいねいろのするほうへとおとをたどっておりてゆきました。そこはあるおおきないえのうらのところであって ねいろいはへやのなかからもれているのです。ちはなににとまったらいいかとしばらくこのにわをみまわしました。そのにわはひろかったとはいえもっともっとひろいのはらからとんできたちにはひろいとはかんじられなかったのです。 蝶はいくつかの鉢にいろいろのはなのさいているのをみました。これはどれもいままでみたことのないようなうつくしいはなばかりであります。蝶はいつかはねのあおい蝶蝶のものがたったことなどをおもいだしました。なかにも 蝶はくろいはちにうわったまっかなバラのはなをみたときにはほんとうにびっくりしてしまいました。それでたちまちなんともいえないかおりにうっとりとなってしまって蝶はあとさきのかんがえもなくそのまっかなかべんに すいつけられたようにそのうえにおりてとまったのですこんなにうつくしいはながこのよのなかにあるだろうかとチョウはおもいましたこれこそわたしがあこがれていたはなだとチョウはおもいました まあ、なんという綺麗な胡蝶さんでしょう。私はまだこんなに美しい蝶は見たことがなかった。さあ、私の蜜を思う存分に吸ってください。と、シンクのバラは言いました。 とおくまちにあこがれてとんできたチョウはこのはなにせっぷんしましたそれはほんのつかの間であったのですあそこにこどもがあなたをじっとみていますよきっとここにやってきて あなたをとらえますよ。そして、針であなたの体をさしてしまいますよ。はやくおにげなさい。そして、またわすれずに来てください。わたしはまっています。 とバラの花はなはいいましたこのときおおきなふくろのようなものがそらをよこぎりましたもしもうすこしはやく蝶がそのはなのうえをとびさらなかったらじっととらえられてしまったのです。 しかし、蝶は、ただ、はげしい風のあおりをみにかんじただけで、ぶじでありました。蝶は、そのよ、ちかくの草はらにやすみました。そして、またあくるひ、この庭にわにいってみたのです。 けれどあばれな蝶はバラの花に近寄ることができませんでした人間がその庭にいたからです3日目の晩方蝶は今日こそは花に近寄っていろいろの思いを 語ろうと思ったのであります天気の変わる前兆か西の夕焼けは君の悪いほどたけりくる炎のように渦巻いて赤くなりました蝶が大きな羽を羽ばたいて庭先に 降りようとしたせつな、真っ赤なバラの花は、もう寿命がつきたと見えて、音もなく、ほろりほろりと、金色を帯びた夕日の光の中に、砕けて散るところでありました。 これを見た蝶はどんなに恨めしく思ったでしょう。そしてまたこの花と語るのはいつであろうと嘆きました。蝶は気も狂いそうでありました。無念と残念とでもう 生きている心地はなかったのです。自分の体はどうなってもいいというように、蝶は絶望のあまり、深い考えはなしに、空高く、高く、どこまでも高く舞い上がりました。 蝶は下界のありさまをもはや何も見たいと思いませんでした。すると空には恐ろしい激しい風が吹いていました。蝶の体は急流にさらわれた。 はの,のようにあっとおもうまもなくとおくとおくふきとばされてしまいましたどんなつよいかぜにとばされたこの葉も一度はもいちどはおちるようにちょうはつめたいつちのうえにおとされました そして気がついたときにすさまじい音が真っ暗な中から怒って聞こえていたのですそこは海辺でありました蝶は湿った砂の上にしがみついて震えていました 夜が明けると自分の美しかった羽は破れていて、そして前には青い青い海がうねりうねっているのが見られたのです。日の光を浴びて蝶はいくらか元気が出てきました。 そして、どこかのあたりに、はながさいてはいないかと、ひらひらと、まいあがったのでした。けれど、かぜがつよくて、ややもすると、きずついたはねが、そのうえにも、やぶれてしまいそうでした。やっと、 すな花のおかにきいろなはなのさいているのをみつけてそのはなのうえにとまりましたきいろなはなはちょうどほしのようにさいていましたそしてかぜにふかれてあたまをちにつけていました あまりミツバチもいなければまたほかの蝶のすがたもみえませんでした花はなはだまっていますうみのうえではとりがないていましたなんとなくひそうなけしきであったのです 蝶はじっとして、終日、その花の上に止まっていました。元の野原へ帰ろうと思っても、今は方角すらわからないばかりか、遠くて傷ついた身には、それすらできないことでありました。 たちまち海の上が真っ赤に燃えました夕日が沈むのですこの光景を見ると蝶は再びバラの姿を思い出しましたもう永久にあの姿が 見られないと思うと、蝶はまた物苦しく昨日のように空高く舞い上がったのです。美しい花弁のように傷ついた蝶の姿は夕日に輝きました。強い風は むざに蝶をうみのうえにふきつけましたそしてたちまち土頭は蝶をのんでしまったのですおしまい thank you